妖怪、それは遠い昔の存在ではない。人の心に影があり、暮らしに闇がある限り、妖怪はほら、今そこにいる。何かお困りですか？国道を通りかかった第三者の通報でこの男性は保護された。彼の証言は支離滅裂で、都市伝説に影響を受けた妄想とされたが、後部座席のシートが濡れていたことだけは事実であったという。濡れ女、水辺に全身ずぶ濡れで現れる女の妖怪、下半身が蛇だとも、赤子を抱いて現れるとも言われる。もしもし。ああ、どうも。はい。はい。もう大丈夫です。はい。もう釣りには行ってないですけど。
はい、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 ありがとうございます。じゃあ、やっべ、濡れ女と一度目を合わせた者は一生つきまとわれるという。濡れ女、水の妖怪、怪しくも執念深い女の妖怪。